セイカ様、セイカ様、どこにいらっしゃいますか？あれ？セイカ様、お散歩ですか？セイカ様、どちらですか？その程度のことなら、セイカ様も戦術で行えるのではございませんか？あの姫巫女は、セイカ様の脅威となりうるでしょうか？びっくりさせないでよ。ごめんごめん。それにしてもなぜアミはグライに勝てないんだ？でも明日はもう出発よ。最後くらい話し相手になってあげたら。セイカ様、戦技は分かりまして、駒の動かし方くらいは。無論駒を落として差し上げます。いいんですか？僕は手加減できるほど実力がないので。負けた方は勝った方の言うことを何でも一つ聞くのです。セイカ様、この世で最強の駒とは何だと思われます？決して戦場で打ち取ることができない政治家こそがこの世で最強の駒で。この世の最強とはここにいる者たちのことですわ。この国に住む民という者たちが、王や政治家は何も生み出しません。税収がなければ政治家は存在できません。加えて圧倒的多数という力を民は持っている。私の手駒には王も竜騎士もありません。言っておきますが、私は勝ちますよ。グライが僕との勝負に負けることも。だからグライから未来史のことを聞いて腑に落ちたんです。この力を知った時、私は生まれた意味を悟ったのです。それに気づいた時、私はおとなしく軟禁されるのではなく。セイカ様、だいぶ劣勢ですわね。まだ続けますか？投了します。本当に強かったんですね。ですが、私がそんな卑怯な真似をするはずがないとおっしゃってほしかったですわ。一般論ですが、弱みや本音を話したりするといいそうですよ。小さい頃からシチューが怖かったのです。嫌いだったんですか？だから幼い頃、シチューを食べ終わると一目散に寒い部屋へ逃げていました。すみません。ですがこれはどんな中心でも笑いますって。楽しかったです、セイカ様。いえ、こちらこそ。やはり人はいい。この子連れてっていい？ダメだ、目立ちすぎる。じゃあミーでこれも食べていいよ。お腹いっぱい。みんな強い。そしてこの旅でさらに強くなった。かつては誰にも言えず、なぜこれが自分に備わっているのか。忘れ物はないかい？大丈夫だよ、ルフトに。父上としては進学してほしいと思ってるだろうけど、イーファも元気で。ずっと働いてたけどちゃんと休めたかい？機会があればまたいらしてください。ええ、ありがとうございます。実家でもあんな感じなのか？家では猫かぶってる。貴族と結婚しても無条件でだらけられるわけじゃないんだぞ。やだ。おい、セイカ、もう時間だぞ。じゃあな、兄貴も元気で。ぐらい。なんだよ。ルフト卿、長きにわたる滞在でご迷惑をかけてしまいましたわね。元気で。あ、セイカ、またな。お前、馬車に乗るとほんと喋んねえな。しっかしお前にも苦手なものがあったとはな。そういえばグライニーはここにいてもいいの？万が一の時は俺がここで殿下を守りながら指揮を取るさ。なんだ？砲撃は6へ移動。砲撃は8の馬車に。陽の層、自流雲の術。どこ狙ってるのやら。ち、おかしら。南極は8へ援護に入れ。なんだあれは、魔法なのか。おかしら。6も7も来そうです。魔法相手は楽でいいな。全員で勝って中の目標を。お前ら、聖工場を助ける絶好の機会だぞ。聖火様、敵を生け捕りにはできますか？どうでしょう、これで全員捕まえましたよ。あんたが全員捕まえたわけ？後ろの馬車がついてこないことに気づいて慌てて引き返したんだけど。危なかったね、巻き込まれなくてよかった。君らはのんきだな。あいつらのことはどうするのかしら。全員程度まで歩かせるとか。殿下が呼んでるぜ。生け捕りにしたのは性的への追求が目的で、奴ら全員帝都まで連れて行くつもりですか？
歩かせたのでは到着が遅れてしまうかもしれませんし。万が一拘束が解かれ反乱を起こされたらどうします？彼らはおとなしいはずです。次の襲撃を待つ方が確実ですし、彼らの期待は虚しく次の襲撃はないのです。これは彼らの定め、その未来は来ないのです。本当に残念ですわ。私こうして年の近い人と話すことがあまりなくて。おい殿下、そろそろ中へ。殿下もどうかお元気で、ここまでお供できて光栄でした。セイカ様、私はあなたの味方です。誰一人欠けることなくたどり着けたのは幸運だったと言えよ。勇者を倒したとなればただでは済むまい。よいか、魔族の未来のために勇者を倒す。何を言い出すかと思えば元よりそのつもりだ。俺は自分の武勇を語りたいっすね。魔族と我々の未来のために。